マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはダイエット中だから一生懸命食事量を減らしたり運動も頑張ってる。なのに全然痩せないなんてことないですか？その痩せることができない原因は、実はあなたの食材選びが間違っている可能性があるんです。そこでこの動画ではダイエットにおすすめの食材がわかるんです。あなたがもし美味しく食べながら綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ダイエットにおすすめの無添加食材トップ3お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこれらの食材がダイエットにおすすめなのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、痩せる無添加食材3選ということでランキング形式でお話ししていきます。では1つ目の項目です。なぜ今からご紹介する食材が痩せることができるのでしょうかっていう、その痩せるポイント2つあります。まず1つ目は、これらの食材の材料があなたの腸内環境をきれいに整えてくれるものでできているからなんですね。とっても大事。もうダイエットの基本中の基本は何かというと腸内環境です。あなたの腸がダイエットが成功するかしないかを司っているとっても大事な臓器になるんですね。簡単に言うと、あなたの腸内に痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが種類がたくさんいて、しかも元気で、あなたの腸内でいつまでも元気で暮らしてくれていたとしたら、あなたは根本的な痩せ体質になることができるんですね。そしてその逆です。デブ菌と呼ばれる悪玉菌たちがいっぱい住み続ける限り、どんなに食事を減らしたところで運動したところでやっぱり痩せることってできないんですよね。で、その善玉菌たちが増えてしまう食材っていうのがあるんです。それを後ほどトップ3ということでランキング形式でお伝えしていきます。では痩せるポイント2つ目です。無添加であることです。これがとっても大事。1つ目のこの腸内環境のところでお話ししました通り、デブ菌たちが元気になってしまう理由っていうのが、この無添加じゃない方、添加物たっぷりなものを召し上がっている方に多いんですね。とにかく痩せたいのなら無添加です。添加物がたっぷり入っていて、例えばダイエットに人気のサラダチキンとかお菓子とかいろいろありますけれども、あれはダメです。臓器が疲れてしまうんですね。食べたら消化吸収がめちゃくちゃ大変なんですよね。私たち人間で例えると、余計な仕事が2つも3つも山のようにね、後から後がやってくる状態ですよね。そんなことが続いたらいかがですか？もう疲れてしまって本来の仕事ができなくなってしまいませんか？そしてね、もういい加減休みたいって思いません？そんな環境をですね、作ってしまう可能性があるのがやっぱり添加物なんですよね。では逆に、もう今日はね仕事ないよって、もう早く帰ったらって言ってもらったらいかがですか？やったーってめちゃくちゃ嬉しいですよね。そんな状態をやはり腸にも作ってあげることが大事。そのためにはこちら、無添加の食材を日頃から選ぶ目をつけること、これがとっても痩せるためには大切なんですね。ではそもそも食品添加物って何って思いませんか？もう簡単に言うと、こういった添加物を取ってしまうと腸とか肝臓、ね、内臓に負担をかけます。そうすると、もしあなたが体にいいと思って食べてたとしても、食べても食べても栄養が消化吸収できなくなっている体になっているわけなんですよね。そうするとどんなことが起きてしまうかというと、あなたは食べても食べても栄養不足になってしまう、イコール痩せるために必要な痩せるホルモンの材料が取れなくなってしまって、どんどん太ってしまうっていう、その負のスパイラルへとね入ってしまうきっかけになるのが添加物なんです。では添加物ってどんな風に書いてあるんでしょうか。まず大きく分けて2つあります。こちら、化学調味料と人工甘味料で、化学調味料なんてわざわざ原材料名に書いてないですよ。では何て書いてあるかというと、こちらよくあるのが調味料かっこアミノ酸等と書いてあるグルタミン酸ナトリウム、これは化学調味料です。で、こういったものを取り続けると、先ほどお伝えした通り、ね、栄養不足になって太ってしまいますし、何よりも健康が、
ね、害してしまいますから、もう絶対ね今すぐこういったものが書いてるのは取らないようにしてもらいたいです。でまた甘い食べ物ですね、こちら人工甘味料、甘さがね天然の砂糖の数百倍もあるわけですね。なのにカロリーゼロとか、ね、カロリーオフとか書いてあるって、これ不自然なんですよね。あの自然界にはないものです。科学的に作った、まあ、人工的な甘味料なわけですよね。でこういったものを常に召し上がってしまう、例えばダイエットにいいからといってカロリーオフのでも甘いチョコレートとかキャンディーとかいろんなお菓子ありますよね。お菓子に限らずです、飲み物もそうです。そういったのを飲んだり食べたりしまうとどうなってしまうと思いますか？もうあなたは甘いものとか脂っこいものがねもうやめられない、止まらないになっちゃうんですよね。それはあなたが終わるのではなくって、こういったものを取り続ける限り、まあ、味覚もおかしくなりますし、そもそも脳がですねあれおかしいって困っちゃうわけです。こんなに甘いのに全然カロリーが取れてないって、大変だって、もっともっと生きるためにカロリーを取りなさいってあなたに命令するんですね。なのであなたはたった今食べたばっかりなのにもう甘いものが欲しくなるっていう、その負の連鎖になるのは、きっかけは人工甘味料ですよということです。ではここから2つ目の項目です。痩せる無添加食材トップ3ということで、ランキング形式で3つあなたにお伝えしていきたいと思います。今回はイオン系のスーパーイオントップバリューさんで見つけてきました食材になります。では第3位はこちらです。はい、トップバリューの国産山芋 100% 使用した山芋の粉になります。国産の山芋をフリーズドライ加工しているので、山芋本来の風味と粘りを楽しめますということです。で1袋あたりが 8.5g です。エネルギーがもうたったの 32kcal、そしてタンパク質も取れます 1.0、 脂質は低くてもたったの 0.1g で、糖質がちょっと高め 6.5g、 食物繊維が 0.5g ですね。でこういったあの山芋の粉って本当ね、もう何にでも混ぜてしまえばいいと思うんですね。もうすごく便利。あのもちろんねお好み焼きに使いましょうってここ書いてますけど、まあ、お好み焼きはね小麦だから太るので私はおすすめしていません。山かけの、まあ、10割そばとかに使うのもすごくいいと思うんですね。お水に溶いて使ってね、泡立て器で粘りが出るまで使っちゃうと、あのすぐ山かけそばも出来上がり。そばもですね気をつけないと小麦が混ざってますから、痩せるそばというのは10割そば、そば粉 100% のものを選びましょうね。でこちらはですね原材料名チェックしますと、山芋の粉国産 100% のみでできています。で山芋結構ねあの買って、まあ、すぐ傷んだりとか、まあ、すりおろすと手がかゆいとかいろいろあるじゃないですか、まあ、そもそも面倒とかね私もそうです。なのでこういったねフリーズドライになってるもの、しかも国産の山芋ですから、こちらもいざ時用に、まあ、保存食としても使えると思いますから、ぜひね試しに使ってみてくださいね。では無添加食材の第2位はこちらです。同じくトップバリューの豊かな味わい桜エビになります。取れたての桜エビを新鮮なうちに乾燥させました。かき揚げやパスタ、スープなどにと書いていますね。で1袋 12g です。エネルギーが 37kcal、 そしてタンパク質がめちゃくちゃ豊富 7.7g、 そして脂質が低いんですよ。もう 0.6g しか入ってませんから安心ですね。で糖質はなんとゼロです。これバッチリですね。太る元は糖質なので、糖質が入っていないでもおすすめになりますね。しかも高タンパク、ね、ゼロ糖質って、これいいでしょう。でこれはね恨みますと原材料名桜エビのみになっています。でこちらね栄養の成分表も入ってますけれども、やっぱりカルシウムもすごく取れるんですよね。でこういったのもちょっとかき揚げパスタっていうのはね太るので私もおすすめできませんが、スープなどとかお味噌汁とかこのままあのサラダとかでねパパッと彩りも取れますし、めちゃくちゃ便利。もうちょい足しでこういったダイエット食材、しかも無添加のものを上手に日頃のお食事に取り入れてみてくださいね。では第1位はこちらです。はい、こちらもトップバリューの北海道産の特別栽培大豆使用のきなこになります。これすごいんですよ。
焙煎するとね、コク、甘み、香りが良くなる北海道産大豆の豊まさりという大豆を使っているきな粉なんですね。で、私きな粉大大大好きなんです。無調整豆乳にきな粉と国産のいいね、蜂蜜入れたそのきな粉ドリンクもプロテイン代わりに飲んでるような人なんですよね。もうめちゃくちゃおすすめ。一般にあるプロテイン量っていうのは人工甘味料とか香料とかね、もう余計なものいっぱい入ってるからおすすめできないんですけれども、まあ、せめてそのホエーであれ、まあ、大豆タンパクであれ、もうほんとそれだけの原材料のものであればいいと思うんですけども、まあ、大体フレーバー付けですよね、一般のプロテインって。よくドラッグとかで売ってあるね、そういったものをわざわざ高いお金を出して飲むぐらいでしたら、今お伝えした私のこのきな粉ドリンク飲んでみてください。めちゃくちゃタンパク質取れますし、もう天然のものですからすごくおすすめで、こちらもそうですね、しかも材料がいい、国産の、しかも特別なね、北海道の豊まさりの大豆使ってくれてますから。でね、1袋あたりが 120g 入ってまして、このエネルギーはね、 100g あたり相当ですね、 455kcal、 タンパク質がめちゃくちゃ豊富、 38.7g、 脂質が 24.1g、 糖質 12.1g、 食物繊維が 17.4g 入っています。そして原材料名はこちら、大豆かっこ北海道ということで、国産大豆 100% のきな粉になります。やっぱりきな粉はですね、まあ、もちろんこれ大豆製品の代表ですよね。大豆製品っていろいろありますよね。きな粉だったりお豆腐だったり厚揚げだったりいろいろあるんですけども、その大豆製品の中でも一番お腹すっきりデトックスするために必要な食物繊維が豊富なのがこのきな粉になりますから、ぜひ便秘気味の方だったりとか、日頃からデトックスしたいとかね、また私たち女性にとってとっても嬉しいイソフラボンが豊富なので、女性ホルモン、エストロゲンに似た働きもしてくれるから、代謝が上がったりコレステロール値を下げてくれたりね、脂肪を燃焼してくれたりと、そういった効果もアップしますので、ぜひこの良質のとってもいい材料を使ってくださったきな粉もおすすめです。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、とにかく痩せたいなら無添加です。もう絶対これマストですよ。なので私たち消費者が賢くなる必要がある。いくら痩せるようなものであっても添加物が入っていればもう NG です。なので必ず何か買おうかなと思った時は原材料名をチェックしていただいて、よしって無添加だなって確認してから購入してみてくださいね。そのために必要な食材トップ3ということで、今回はイオンのトップバリューさんのスーパーで選んでみました。もしお近くなくても似たような条件がちゃんとクリアできていれば大丈夫です。ぜひ無添加生活を始めてみてくださいね。そのことが結果、腸が元気になって根本的な痩せ体質と生まれ変わることができます。今回の動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントをいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。